皆さん明けましておめでとうございます。今日はトリルについて話していこうと思います。こういうやつです。ってやるだけです。このってやって最後こう1フレット2フレットいって1回こう戻った後にってやつ。あ、ここでプリングをしますね、一回。これを早くやるんですよね。まあ、そういう感じです。で、こういうタイプの、まあ、ビブラートもありますね。まあ、こっちの方が僕的には最近は好きですね。リズムが取りやすいんで、指でやってると。これだとね、ちょっとリズムが取りづらいです。まあ、ちょっとしたフィルとかにすごい役立つんで、ぜひやってみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。すごい綺麗になってます。じゃあね、今年もよろしくお願いします。はい、ちょっと今日おまけですけど今ね、中華屋さん、ニューヨーク中華屋さんいっぱいあるんですけど、こういう中華屋さんでちょっとフライドボーンレスチキンってやつ、まあ、買って、後で画像貼っておきますけど、でそれを買って今から、帰ろうと思ってるところなんですけど、まあ、最近ちょっとね、ニューヨークのことについて話そうかなと思うんですけど、最近はだいぶ寒くなって、まあ、ちょっと今こういうね、スタジャンって、まあ英語でなんていうのか知らないですけど、スタジアムジャンパー、こういうスタジアムだとちょっとそろそろ寒いかなっていう感じになってきました。で、まああと、今日1月の3日なんですけど、まあなんかアメリカって日本と違ってこう三が日みたいな感じでなるんじゃなくて、1月の1日まではすごいハッピーな感じで、もう2日目から、1日目かな、1日からもう仕事が始まるみたいな、そういう話を聞いたことがあります。でも僕はちょっと体感してないんでよくわかんないんですけど、まあ普通に今日はチャーチがありました。まあ、あと、1月の20日20から、バイデンさんに大統領が変わるんで、それをまあみんなどうなるだろうなって思ってる感じだと思います。で、黒人の人は大体、まあ、トランプさんよりかはいいかなっていうふうに思ってる人が多いようですけど、ちょっとまああまりその人によるんで僕は詳しくは言えません。で、僕はちょっと政治に疎いんであんまりよくわかってないんですけど、まあもしなんか留学生にとって良くなったらいいなーなんて思ってます。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。